どうも、はじめまして。趣味の IT チャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは IT で楽しくものづくりにチャレンジしていく動画になっています。プログラムや回路図などは下のウェブサイトで公開していますので、活用してください。では、この動画の本題内容をやっていきます。IoT カメラで画像を取得し、Google ドライブに保存する電子工作を行っていきたいと思います。このシリーズは4本動画で完結するようになっていて、1本目は IoT カメラや Google クラウドをどのように動作させるかの概要の内容でした。今回は2本目の具体的作業の Google 設定になっています。ESP32 などマイコンで API を利用するための Google クラウド設定やカールコマンドによる作業について実施していきます。最終的にプログラムで利用するクライアント ID やトークンを取得する内容になっています。では、作業全体の流れを見ていきます。作業は主に以下の4ステップで実施します。最初のステップ1で Google クラウドを設定して、クライアント ID やシークレットキーなどを取得します。ステップ2では取得したクライアント ID をカールコマンドを使ってデバイスコードや検証 URL などを取得していきます。ステップ3では取得した検証 URL に Chrome などのウェブブラウザからアクセスし、アカウントに対して Google サービスの許可設定を行っていきます。ステップ4で再度カールコマンドを用いて取得したクライアント ID やデバイスコードなどを使ってリフレッシュトークンを取得していきます。こちらのリフレッシュトークンまで取得できれば API を利用する事前準備は完了です。これらの取得したクライアント ID やリフレッシュトークンをプログラムに設定し、 Google クラウド API を利用します。今回はここまでの各種 ID やキーを取得するまでの動画になっています。では実際にステップ1から作業していきます。この画面はウェブブラウザに Chrome を利用している画面となっています。まずすでに Google アカウントでログインしている状態になっていますのでご注意ください。見ての通りサイトは Google の検索画面にアクセスしています。ではGoogle クラウドプラットフォームを検索していきます。クラウドプラットフォームにアクセスし、新しいプロジェクトを作成します。名前は何でも良いですが、後で理解できる名前が良いです。今回はホビー IT PJ にします。入力したら作成します。作成できたら選択プロジェクトを今作成したプロジェクトに設定し直します。左のメニューから API サービスを選択し、クレデンシャルズを選びます。次にクリエイトクレデンシャルズから OAuth クライアント ID を選んでいきます。コンフィグアコンセントスクリーンをクリックしてアプリ作成画面に進みます。ユーザータイプはインターネット上のあらゆる場所からアクセスしますので外部を選びます。選んだら作成します。次にアプリ情報を入力していきます。まずは名前を入力します。今回はホビー IT アップにします。ユーザーサポートメールは今のログインしている Google アカウントの Gmail を設定します。開発者も同じ Google アカウントの Gmail を設定します。この画面の設定は以上なので保存して次へ進みます。今回制限などのスコープは特に設定しませんので何も変更せずに保存して次へ進みます。こちらについても特にテストユーザーなどは設定しませんので何も変更せずに保存して次へ進みます。これでアプリ作成について完了しましたので、ダッシュボード画面に戻ります。ここで、作成したアプリは公開していきます。このボタンを押せば公開されますので、実施していきます。再度、API サービスの認証情報を選択していきます。アプリを作成しましたので、再度、認証作成から OAuth クライアント ID 作成を選んでいきます。アプリケーションタイプはテレビと制限された入力デバイスを選択します。
名前は ESP32 で利用しますので ESP32 クライアントとします。一つ目なので1を最後につけときますが、名前は特に何でも良いです。作成をクリックして次に進みます。これで各種 ID などが生成されました。生成されたクライアント ID やシークレットキーなどは後で利用しますので、 JSON 形式でダウンロードできますので保存しておきます。次に利用するサービスの有効化設定を行います。今回は Google ドライブを利用しますので、そのサービスの設定が必要です。 API とサービスの有効化を選んでいきます。 Google ドライブを検索して表示された Google ドライブ API を選択します。こちらを有効化していきます。これで有効化されました。これでステップ1の Google クラウドに関する設定は完了となります。次にステップ2の作業に入っていきます。ステップ2ではカールコマンドで Google クラウドにアクセスしてデバイスコードなどを取得していきます。まずは今回利用するカールコマンドについて理解しておきます。このコマンドは通信プロトコルやリクエストパラメータなど自由にデータ設定して通信することができるコマンドです。ウェブサイトを閲覧するときはウェブブラウザが HTTP というプロトコルで通信してサーバからデータを受信して表示しサイトを見ることができます。同様に HTTP 通信を行うのですが、カールコマンドは自由にパラメータなどを設定でき任意のリクエストを送信できるので利用していきます。今回は Google クラウドにパラメータを指定してリクエストすることでデバイスコードなどを取得していきます。 Windows や Mac、Linux などで標準で実装されていますので利用されることも多いです。では実際にコマンドを実行していきます。実行する前に事前準備を行います。カールコマンド自体が長いのでテキストエディタでコマンドをあらかじめ作成しておきます。どのようなコマンドを実行するかはホビー IT サイトや Google 公式ガイドなどに記載されていますので、そちらをコピペして必要なパラメータのみ書き換えます。今回はクライアント ID をステップ1で取得した値に書き換える必要があります。テキストエディタはノートパッドなど何でも良いですが、今回は桜エディタを利用していきます。では作成していきます。こちらがテキストエディタで先ほどのコマンドの型をコピペしています。このクライアント ID 部分を取得した値に書き換えていきます。これで書き換えが終了しました。この作成したコマンドを実行していきます。今回は Windows 端末でコマンドプロンプトを利用してカールコマンドを実行していきます。先ほど作成したコマンドをコピペして実行します。これで値を取得できました。デバイスコードなどが取得できたことが確認できます。ここで注意なのですが、期限が1800秒の30分となっていますので、ステップ4まで30分以内に実施する必要があります。コードに有効期限がありますので、急いで次のステップを実施していきます。ウェブブラウザを起動しています。ステップ2で取得した検証 URL をコピペしていきます。検証 URL を開きました。コードの入力を求められますので、ステップ2で取得したユーザーコードを入力します。注意ですが、デバイスコードではなくユーザーコードを入力します。次に許可を行う Google アカウントを選択してください。アプリを許可していきます。これで完了です。今回選択したアカウントのセキュリティに許可されたアプリとして管理されます。ステップ3は以上となりますので、ステップ4に進んでいきます。ステップ4は最後の作業となります。この作業でリフレッシュトークンを取得していきます。実施するカールコマンドはこちらになります。この型をステップ2と同様にテキストエディタにコピペして必要なパラメータを書き換えてコマンドを作成していきます。テキストエディタでクライアント ID、クライアントシークレット、デバイスコード部分を書き換えて実行するコマンドを事前に作成していきます。
これで書き換えが終了しました。この作成したコマンドを実行していきます。先ほど作成したコマンドをコピペして実行します。これで値を取得できました。今回取得したリフレッシュトークンなどを利用していきます。これらの ID やトークンを ESP32 のプログラムに書き込んで利用していくことになります。このことにより Google Cloud API が利用可能となります。具体的な ESP32 のプログラムと利用方法については別動画になっていますので、そちらを参照ください。では具体的作業の Google 設定に関しては以上で完了となります。今後もこのような IT を活用したもの作りにチャレンジしていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いします。では次回またお会いしましょう。